こんにちは、シエルです。今日はですね、横浜のインターコンチネンタルホテルさんでマジックショーでした。このねホテルは結構来てるんですけれども、今日ね控え室が30階のめちゃくちゃ景色が綺麗なところで、すごいびっくりしてるんですけど、しかもなんか2部屋ぐらいあって、なんかどっちにいたらいいんだろうみたいな。で、今日お客さんの中に1人マジックがめちゃくちゃ好きな部長さんがいて、あのマジックショー始まる前に楽屋に見せに来てくれたんですよ。で、それで急遽じゃあ一緒にステージでちょっとマジックやりましょうみたいな話になって、で私のマジックショーのね中でその部長さんにもねマジックを披露してもらうみたいな感じで、ちょっといつもとはね違った感じのマジックショーの流れだったんで、私自身もなんかすごいなんか新しいなみたいな感じで思って、楽しくマジックすることができました。最初ステージがあって、でその後テーブルだったんですけど、やっぱ一回ステージで見てもらっていると、そのテーブル回った時にね、あのさっきのマジック良かったよみたいな感じでね、こう声をかけてくれたり、こう受け入れてくれる感じなので、やっぱりステージとテーブルホッピングが組み合わせるとより楽しんでもらえるかななんて思います。今日はあと新しい衣装を着てたので、まあ、自分の中でもなんかやっぱり新鮮な気持ちになりますね、こう衣装を変えると。スーツ着てるね男性の方多いので、やっぱその中に入った時にやっぱこれぐらいビビッドな色だと、まあ、目立つから、よりなんかあマジシャンの子だみたいな感じで、皆さんにも注目してもらいやすかったかななんて思います。この衣装もこれからバンバン着ていきたいなと思います。ここのホテルのスタッフさんめちゃくちゃいい人なんですよね。すごい親切で、そうだからマジックショーのリハーサルもすごいスムーズだったし、マジックの直前とかもねすごいいろいろ気使ってくれたりとかして、舞台袖でお水持ってきてくれたんだけどね、ストローをちゃんとつけてくれてるってね、すごい女性にとってはありがたいななんて。そうリップが取れちゃったりするんで、いろんな気遣いにねすごい嬉しい気持ちとともに頑張ろうっていう感じで、はい、今日一日最後まで楽しくお仕事をすることができました。またねマジックショーできるように頑張りたいなと思います。